優勝戦1号艇江口昭雄選手です。よろしくお願いします。はい、お願いします。昨日の準優勝戦は逃げての一着となりましたけれども、現状あのモーターの仕上がり具合というのはいかがですか？まあ、行き足出足中心に悪い足じゃないと思います。バランス取れてると思います。そうですか。じゃあ出足の面に関しても、まあ、足的には、はい、いい仕上がりになっていると思います。スリットに向けてなんですけれども、お腰などはいかがですか？スリットまでの足はいいと思います。まあ、スタートは決まってないですけど、スリットまでの足はいいと思います。スリット後がちょっとまだ不満、課題がありますね。はい、わかりました。さあ今日ね、1号艇での戦いとなります、100V とにもかかる優勝戦ということになりますけれども、そのあたりはお気持ちとしてはいかがなんですか？まあ、そんなこと意識したらね、レースにならないので、はい、まあ、とにかく集中して走りたいなと思ってますけど、もう一層一層に集中ということですかね。はい、はい、それでは最後にゲストの皆様に優勝戦の意気込みをお願いいたします。はい、精一杯頑張ります。優勝戦2号艇三角哲夫選手です。よろしくお願いします。お願いします。昨日の準優勝戦はコンマ04のスタートからの逃げということになりましたけれども、はい、現状こう仕上がり、モーターの仕上がりとしてはいかがですか？まあ、そんな胸張っていいとは言えないんですけども、はい、ちょっとだいぶ日によって足がコロコロ変わるので調整が難しいって言えば難しいですね。あ、はい、そうですか。はい、まあ、難しいということですけれども、その調整の合い具合というのはいかがなんですか？うん、まあまあ合ってくれてるんで、はい、はい、スタートに関してはご自身のイメージと比べてというのはいかがなんですか？ちょっと思ってるよりも届いちゃってる時が多いので、はい、はい、ちょっとアジャストしながら行ってることの方が多いです。さあ今日は2号艇での戦いとなります。最後にゲストの皆様に優勝戦の意気込みお願いいたします。はい、しっかりスタートいってレースしたいと思います。ぜひ狙って勝ってみてください。優勝戦3号艇石田剛選手です。よろしくお願いします。お願いします。昨日の準優勝戦はコンマ09のスタートからのまくっての一着でしたけれども、手応えとしては現状いかがですか？はい、エンジンはもう勝率通り出てると思います。あ、そうですか。はい、ご本人の中でも納得の、はい、初日はなんかちょっと合ってないかなと思ったんですけど、はい、2日目ぐらいからはもう合ってると思います。そうですか。はい、スタートに関しては今シリーズいかがですか？スタートは1本持ってるんで、はい、あんまり全速で行ってないです。あ、はい、そうですね。まあ、でも足がいい分、そうですね、持ってますね。はい、そうですね。はい、ました。さあ今日3号艇での戦いとなります。最後に優勝戦に向けての意気込みをゲストの皆様にお願いいたします。久々優勝戦乗れたんで一生懸命頑張ります。優勝戦4号艇瀬野達也選手です。よろしくお願いします。はい、お願いします。さて、昨日の準優勝戦は雨の中の、ね、レースになりましたけれども、はい、雰囲気というのは感触いかがだったんでしょうか？まあ雰囲気、まあ、4日目から雰囲気はまあまあなってるかなと思うんですけど、まあそんなにいいなっていう感じはしてないです。そうですか。はい、こうスリットに向けてのお腰の部分ですとか加速感はどうですか？握り込みがちょっと不安定なんで、ちょっとやりづらいんですけど、はい、まあレースの時はうまくいってますけど、まあちょっと難しいです。さあそれでは優勝戦に向けてゲストの皆様に興味をお願いいたします。はい、精一杯頑張ります。優勝戦5号艇富山博之選手です。よろしくお願いします。はい、お願いします。今シリーズは25機との戦いとなりましたけれども、そうですね、はい、現状こうモーターの仕上がり具合というのはいかがなんでしょうか？まあ普通でしょうね。はい、乗り心地に関しては準優勝戦はいかがでしたか？はい、乗り心地、乗り心地は徐々には良くなってるんですけどね。はい、はい、今日枠は5号艇という枠になりますけれども、はい、どこかこう意識して求めようかなっていうのを考えてらっしゃいますか？いや、ちょっと気温とは考えて、まあ外寄りになるんで、ちょっと伸び系にしてみようかなと思ってますけど。はい、そうですか。はい、まあ外寄りということですけれども、はい、コースに関しては現状としてお気持ちとしてはいかがなんでしょうか？いや、もう枠なりになると思います。はい、そしてスタートですけれども、昨日はコンマ07のスタートでしたけれども、はい、スリットに向けて、そうですね、まあまあ自分思った通りの感じでいけてますんで。はい、そうですか。はい、さあ今日は5号艇での戦いとなります。はい、最後にゲストの皆様に優勝戦の意気込みをお願いいたします。はい、久々の優勝目指して頑張ります。優勝戦6号艇柳田秀明選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今シリーズは37号機との戦いということになりましたけれども、現状仕上がり具合というのはいかがですか？はい、そうですね、準優勝戦でやっと調整が合ってきたっていう感じで。そうですか。はい、今日朝特訓、スタート特訓行かれましたけれども、特訓の感触などはいかがでしたか？そうですね、まあ、ちょっと
気候も変わってて、はい、うん、まあ、昨日のまんまだとちょっと回転足りなくなってるかなっていう気はしました。そしてスタートに関してですけれども、あのイメージ通りのスタート今節はいけてらっしゃいますか？そうですね、まあ、その時その時でね、うん、ちょっと難しいこともあるんですけど、はい、はい、さあ今日は6号艇での戦いとなります。最後にゲストの皆様に優勝戦の意気込みをお願いいたします。はい、一生懸命船券に入れるように頑張ります。応援よろしくお願いします。